ここで根を張っていく気でいる人たちが動くためには動いてもらわなければいけないから、動いてもらうためには年寄りは陰で口出してもいいけれど一応表で阻止はしない。戦後からの闇市からの出発みたいな、闇市からアーケードがついた時点での商店街っていう意味なんで、それはそうよなって。それはそうですよね。あ、すごい。あ、面白い。で、今も表に貼ってるんですけど、その名残です。ありがとうございました。失礼します。どう面白がるかっていうのがポイントで、どう遊ぶか、どう面白がるか。じゃじゃーん。で、城とか後楽園があるこの辺りを中心に。なるほど。ここのスピンオフです。なるほど。レッツゴーレッツゴー。ドキドキする。いまだに結構こういった個人良かっただろうなっていう書体とかがたまんないんだよな。天然物だけ見ることないですからね。通称がのはずです。あ、本当だ。一番二番人気はメロンパン、クリームパンです。ちょっと何があるかわかんない。買っといて。150円になります。じゃあ。はい。ワークショップでー初代というか、まあ、女性で初めて、閉店になっちゃって3週間ぐらい、はい、何年目？13年目です、ここにした理由を教えてください友達の知り合いがやってます。ちょっと帰らせて、いいですよ。
った店だ。あ、ありがとうございます、ね、この形を作った後に糸の子でバーッと切り取って磨いて模様を全部あ、根付けがある。ちょうど合流。やばい、俺たちが動けなかった。それはその紙で、それこそキャンプさんで。駅から本当歩いて来れるっていうのが一番ミニポイントとしては。半谷間ですね。わー、はーい、ありがとうございます。すごい、ここのたこ焼きがうまいんすよ。すごい、はい、多分やったらこの範囲。そうですね、結構たつおどかのところも下ですよね。隠れキャラみたいな感じなので、なんかちょっとここにもっとマジックで足しましょう。あ、そうです、とかもあるそれでいいのかなと思ったんです。あ、見てない。どうやろ、どうやろ、話しか。例えば、おいしいもの。あ、そうか。これ、こっち側に行くと、でそれをまた見た道行く場がこれいいです。そんな丸とかでどんどん描いてたこれワンパンだよ。ワンパンだよ。キラとかつけた。よろしくお願いします。コックキャンドルは見ました。この辺誰か今回行かなかったところは巡っていいよ。あ、気づいたよ。気をつけて。はい。焦点。すごい。よろしくお願いします。B1。あ、わかりました。午前中はゆっくりして、ギャルに行きたい人はこっち。表町商店街と駅前商店街と交換町商店街みたいな、そのエリアごとに、こういう背景があってできた商店街なんですよっていうことと、あとはこのピンクの付箋で貼ってますけど、今まで取材した中心となる人のこうこれから、過去の話とこれからどうしたいかっていうところをフォーカス当てて、進めていきたいなっていう。朝ごはん食べたい。振り回さなくて歩くと楽しい。